こんばんは。いつもためになる知識ありがとうございます。短期の言語学校に通っていて、そこで一目惚れをしたのですが、どう話しかけていいかわからない。席が結構離れていたなど、結局勇気が出せないまま、3ヶ月前に卒業してしまいました。クラスのグループラインにその方がいるんですが、何かアプローチ法はあるでしょうか ?25 歳なのにほぼ恋愛初心なので、平川さんのアドバイスをいただければ嬉しいですとなんですが、普通にシンプルにストレートに行った方がいいと思いますよ。グループラインとかピッと押してみたら個人で話せるじゃないですか。なんとかのクラスで、一緒だったなんとかなんですけど、覚えてますかみたいな。実は、当時から気になっていて、もしよかったら一緒になんかご飯とか、お茶でも行きませんかってストレートに言ったらいいと思いますよ。でこれなんでかっていうと、自分が一目惚れして好きで距離も離れていて、結局勇気が出なくて話しかけられなかったのあるんですけど、そういうのを全部伏せていくんですよ。みんないきなりご飯行きませんかうんぬんかんぬんって言うんですけど、それよりかはいや実はずっとこういう風に言えなくて気になってたんですけどっていう風にストレートに言っちゃって、でそれで誘ってみるっていうのが一番手っ取り早い気がします。じゃないと取り付く島がなかったら自分の方でストーリーを作らないと、やっぱり相手にとってはわざわざ会う理由ってのがないと思うんですよ。だから僕が同じ立場だったらストレートに行きます。で結果振られるというか拒絶されたら怖いっていう風に思う方いると思うんですが、ここでまずですね考えてもらいたいのが、言わなかったら拒絶されたのと同じ結果しか待ってないんですよ。だってもう卒業しちゃってるわけじゃないですか。お互いの精神的な距離は離れていくばかりなんですよ。って考えたら、なるべく早い段階でストレートに気持ちを伝えた方が絶対いいわけです。だってどうせそれで振られたところで言わなかった場合で同じ結果しか待ってないわけじゃないですか。もうこれはじわじわ攻めるっていうもう段階ではもうないので、なるべく早めに自分の気持ちをストーリー形式で、伝えてもらって、実は、ずっと気になったんでよかったら一緒にご飯でもどうですかってか、お茶でもどうですかってことを言って、でそれでもう最初からもう軽いデートに誘うぐらいな感じでぐらいで行かないと、まず相手が来ないです。ただ同級生なんですけど覚えてますか、久しぶりにご飯でもどうですかって言われたらどうなるかっていうと、いやいやなんでお前とご飯行かなあかんねん、てかお前誰だしみたいな風になっちゃうわけですよ。割とこう自分の気持ちをストレートに、伝えてしまった方が、まあ、振られる可能性もありますけど、でも振られたところで元のサインを収まるだけなんで、これはストレートに行った方がいいですよ。切り抜きいかがだったでしょうか。この動画の概要欄の方から今なら僕が作った D ラボ動画配信サービスですねの無料の体験リンクと僕のオーディオブックが無料で引けるリンクが入ってます。よかったらぜひチェックしてみてください。さらにチャンネル登録もよろしくお願いします。それではバイバイ。